どうもこんにちは、まこちゃんです。今日はですね、Amazon の配送がクソすぎるという話をしたいと思います。はい、というわけでですね、今日は Amazon にまつわるお話でございます。はい、まあね、まあテーマにしたいのが Amazon の梱包問題でございます。まあ過去にね、 Amazon とちょっとトラブルになった、返品のトラブルとかでさ、あと他にもなんかあった気がするけど、まあちょっとこのチャンネルでもね、Amazon のネタ、結構喋ってます。概要欄に動画貼ってるんで、まあ見てもらいたいなと思うんですけども。まあね、今回はですね、梱包でございますね、梱包。なんかさ、Amazon ってさ、年々雑になってませんかっていう。まあ Amazon 使わないとわかんないと思うんすけど、昔、まあ結構もう Amazon なんてもう10年くらい使ってるのかわかんないけど。になるんですけど、最初の頃とかさ、ちゃんと梱包してたよね。ちゃんと梱包してたんですよ、アマゾンって。例えばなんかさあったのが、こうビニールビターって貼って全くこう動かないようにするとか、まあ普通に梱包材入ってるかどっちかみたいな感じで、ちゃんと梱包してたんだよね。ところがさ、最近さ、梱包めちゃくちゃ雑なんだよね。もうなんかスカスカの箱で送ってくるわけ。で、もうガンガン中で揺れるレベルだしさ、上下の余白、上下じゃねえ、上下左右か。余白あってもうバンバン動くみたいな。で、俺そんなにうるさくねえから、いちいちクレーム言ったりしないけど、さすがにどう超えてませんかって話ですよ。でさ、この前さ、ちょっとね、大きい荷物を買ったんすよ。まあ大きい荷物っていうか、まとめて買って結果大きい荷物になるみたいな感じのものを買って、で届いたんすよね。そしたらもうめちゃくちゃでかい箱できて、なんだこのでかい箱はって思ったわけ。さすがにで、俺が想像してるサイズ、俺が想像してるサイズよりも明らかにでかいっすよ。多分あれ規格外じゃねえから、ヤマトの規格内、160が多分規格内だとして、あの箱規格外じゃねっていうくらいでけえので来たのよ。なんか、大型家電が入ってんのかみたいな箱で来て、でさ、と思ったらもうなんか箱ちょっと潰れてんのよ、そして。いやっつって。なんかテープも雑に貼られててさ、で、開けたら案の定もう上半分は空ですよ。下には確かにビシッと詰まってたよ。もう、まあ、商品がね、梱包材とかなしで。もう、商品がガーって詰まってたんだけど、肝心からめのそのもう、要は上半分っていうか、もう3分の2は空白ですよ。いやいや、それはなくないか。で、安いもんじゃないっすよ、それ。トータルで見たときに。もうさ、その雑さに呆れるよね。まずちょうどいい箱が中、まあ、100分でちょうどいい箱がないなら仕方ないけど、当然さ、そのサイズに圧縮するか、きっちり梱包するか、どっちかじゃん。上なんか、なんとか材入れるか、もしくは、もうしっかり少なくとも最低でもなんか、ビニールとかなんかで上ね、なんか何もならないようにして、しっかり梱包するか、どっちかじゃん。どっちもなってねえって何？箱のサイズもめちゃくちゃ、梱包で、梱包資材も入ってない。で、最後のテーピングもめちゃくちゃ雑みたいな。もうさ、舐めてんのかっていうレベルよ。本当に。いや、もう写真撮れよかった。俺撮ったっけな。いや、撮ってねえんだよな。いや、もうさ、なんかもう、ほんとAmazon使いたくなくなってきてるよね。いや、もう使わざるを得ないから使ってるけど、もう最悪楽天でもいいんだよね、もう。いや、でもマジでさ、なんかひどい。ひどいわ。もうちゃんとやれや。例えばさ、メルカリとかヤフオクとか何でもいいけど、個人間の取引で、俺があの梱包で送ったとしたら、確実に評価悪くつけられるからね。そのレベルだよ。で、逆に俺があの梱包で商品受け取ったら、いやいや、こいつにはちょっといい評価はつけれねえなって思うレベル。それをさ、大企業アマゾンがやっていいんですかって話だよ。もうやりたい放題だもんな。なんかもう不安になるよね、その商品の品質も。あんな雑な梱包でさ。で、多分運んでくるヤマトの人も大変だと思うよ、あんな。なんか、ちょっとなんか破れてる感よ、本当に、その、止めるテープが。
あんな、いや、俺だからマジ、一回クレームって返品してやろうかなと思ったけど、返品もめんどくさいからね、もう結局。だからもう諦めて、もう使うことにしたけども、それは、いや、もうちょっと雑すぎる。ひでえ。多分皆さんもう分かってんじゃない ?Amazon 使う人は。なんか本当に雑になっていってるよね。もう、いや、本当に。いや、あれはねえわ。あれはね、もうほんと、写メ撮れよかったな。いや、マジで、腹立つ。一応、アマゾンの箱で、アマゾンのテープが貼ってあるんだけど、あ、なんか透明のテープもあったな。だからもう俺からすりゃもう、お前専用の資材使ってこれかいっていうレベルだよね。いやいやいや、参った。あれは大変だよ。あ、ほんと、ヤマトの人も。ほんとに。なんとかならない。いや、いやでもさ、マジでさ、ほんとその買い物はほんと結局数万円レベルの買い物なんで、ま、そう、安かったらしょうがねえっていうのは俺あるよ、少し。例えば、数千円 ?2、3000円ぐらいのものだったら、まあ多少多めに見る。大体俺買うものってその値段ぐらいのものだから、いつもはさ、さすがにもういいかな、まあまあ雑でちょっとイラッとくるんだけど、箱潰れたりとかすんだろうとか思うんだけど、まあまあ、いつも許容してたけど、あれはやっぱ許容値超えてるよね。もうさすがに雑。中国で梱包されたみたいな感じよ。本当に。だからさ、アマゾンがさ、まあ、すげえ売り上げあんのはわかるけど、ちゃんと顧客のこと考えないと本当離れていくよ。ああ、だって今、まあアマゾン確かにね、強いと思うけど、でも別にさ、いろんなネットショッピングが今乱立しててさ、どこ使おったっていいわけじゃん。そんな大差ないじゃん。まあ、アマゾンは品揃えだけじゃんか。っていう中で、しかも結構マーケットプレイスの商品あるしな、アマゾンって。アマゾンの商品と見せかけたマーケットプレイス。あれも腹立つんだよな。よくよく見ねえとアマゾンで発送なのか、そのマーケットプレイスなのか分かりづらくなってるもんね。なんか前はもっと分かりやすかった。まあ、とにかくね、ユーザーをなんか騙そう、騙くらかそう精神がすごく伝わってくるんで、そこがちょっと腹立つなって思いますね。はい。まあ使わなきゃいいんだけど、アマゾンを。そんな文句あんなら使うねって話なんですけど、まあそれは分かってんだけど、いや、さすがにね、ちょっと雑すぎて引いたっていう話ですね。はい。だから皆さんもね、なんかね、そういうちゃんと大きい、ある程度の金額のものは、俺は逆にアマゾンやっぱ使わない方がいいんじゃないかなと思います。はい。俺ちょっと考え直したもん。あ、俺もうこのものはもう買いたくね。買いたくねえ。あ、この金額、このサイズのものはアマゾンで買うのやめようって思うもんね。あんな雑な梱包されたらさ、っていうところで、皆さんもね、そういうちょっとある程度金額のある高い商品を買う際は、アマゾンでね、買う際はちょっと気をつけてもらうっていうか、俺はやめた方がいいと思いますね。他のサイトで買えるんであれば、そちらを選んでもらった方が、多分気持ち的にいいと思います。あ、雑できます。雑に来ます。もっと高級品だったらさすがにあんな雑で来ないと思うけどね。あ、でも前にね、ちょっとしたいいやつ買った時も結構雑に来たな。だからやっぱアマゾンの梱包全体がやっぱ下がってんだろうね。雑さが上がってるっていうか、丁寧さがひどくなってるっていうところで。本当にね、皆さんちょっとアマゾンで高級品は買わない。ある程度の値段して、ちゃんと大事に届くかなっていう思うようなものはアマゾンで買わないことをお勧めしたいなと思います。はい。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと、このデビュー喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。